はっきり言えるのは、今の時間を体験することを注視しなければならないです。それをもっと多くの人に分かれるならいいなと思って。鳥頭の子供が問いかける。あなたは今を大切に生きていますか？ブレイク前夜。世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。木彫アーティスト加賀。日本の木彫に魅了され留学。社会的同調的な圧力に一石を投じる彼女が生み出したキャラクター、鳥の頭の子供たち。時々私はこの世界とどこか調和せずな感じで、人を見るときそのまま見ていない。この人はクマの感じが出てくるかな、魚とかの感じが触れるのかなと思って、他の人は私にどんな感じを見ていますか、それを想像してみたら、こんな鳥の頭の子供みたいな感じがしていますので。思いもよらない他人の考え方、しかしそれを感じたいと思うことこそが木を掘り出す彫刻に似ていると彼女は言う。物とか実は意識があるかなと思って、造形をその木の上に写す時は絶対に木と離さなければならない。というか、なんか木のぬくもりとか香りとか感じて、人の意識は自分でコントロールできない生命の流れみたいな感じ。わからないからこそ感じようとする。それは過去でも未来でもなく、今この瞬間だからできること。どうしたら私の作品は考えていることを表現できるのか、落ち着いて考えたら、今この一瞬を体験すること、この一瞬の感覚を作品の中に表すのは任務だったと思って。二度とない今という時間の大切さに気づいてほしい。木彫アーティスト加賀が伝えるメッセージ。もし今この瞬間を注視する人だったら、もっと自分の本音を探してほしい。今に本当にやりたいことは何でしょうか。それを考えるともっと自分を分かるかもしれないです。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は画家浜本由香のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。